皆さんこんにちは、あんちゃんと申します。この度ファッションセンター島村にて私がプロデュースさせていただいているミルクロータスから春の新作アイテムの発売が決定しました。発売日は3月8日水曜日、島村一部店舗オンラインにて発売開始します。今回の新作アイテムは過去のプロデュースアイテムを含め、ダントツであんちゃんらしさが詰まったアイテムばかりです。私のフォロワーさんも絶対に気に入っていただけるアイテムばかりだと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。そして今回は発売開始するアイテム一つ一つ徹底解説しながら紹介していければと思います。動画でしか伝わらないアイテムの良さや素材感、ディティールなどを詳しくお伝えできればと思います。ぜひ最後まで楽しみながらご視聴いただけますと嬉しいです。まずは巾着型が可愛いトートバッグの紹介です。カラーは3色で、春にぴったりな単色カラー中心で作らせていただきました。オープンポケットにはミルクロータスのブランドロゴが刺繍されています。ロゴ刺繍もトートバッグと同じ同系色の単色カラーが施されていて、とっても可愛いです。シャンパンゴールドのロープ紐がポイントで、長く垂れたリボンがアクセントになって可愛いです。トートバッグの生地は裏地、紐部分を含め全てポリエステル素材です。速乾性が高く、雨の日に濡れても乾きやすい素材です。何かと便利なオープンポケットはこんな感じで大きめな作りになっています。バッグの内側には小物の収納に便利なファスナー付き内ポケットや、2箇所に分かれた内ポケットが付いています。実際にどのくらいものが入るか試してみます。可愛いだけではなく、しっかり大容量で機能性もバッチリです。着用するとこんな感じです。たっぷり大容量ですが、持った時に可愛い、ちょうどいい大きさです。肩にかけやすい長めの持ち手が嬉しいです。たっぷり入るので、通勤通学はもちろんマザーズバッグ、参戦バッグとしてもおすすめです。続いて波型の開口部が可愛い巾着付きのショルダーバッグの紹介です。カラーはこちらも3色で、春にぴったりなホワイト、ピンク、ロングシーズン使いやすいブラウンです。バッグの生地は表面が合成皮革、裏地巾着はポリエステルです。バッグ本体と巾着の色を同系色でまとめ、上品で大人っぽいイメージで作らせていただきました。ショルダー部分は簡単に長さ調節可能です。バッグと巾着はこんな感じで分かれています。バッグの中央には簡単にカチッと留められるマグネットボタンがついています。トートバッグと同様に、バッグの内側には小物の収納に便利な2種類の内ポケットがついています。こちらも実際にどのくらいものが入るか試してみます。必要最低限のものはもちろん、大きめの小物などショルダーバッグなのにたっぷりものが入るサイズ感です。着用するとこんな感じです。波型の開口部とバケツ型が持った時に可愛らしい印象になります。自由に調節できるショルダーで斜め掛けも可能です。ショッピングやカフェ巡りはもちろん、たくさん動く日のデートなど、カジュアルなお出かけでは、どのシーンでも使いやすいです。
今回のコラボでは初めてシューズもプロデュースさせていただき作らせていただきました。まずは履き口のスカラップカットが可愛いバレーパンプスの紹介です。カラーは2色で春らしいピンクと通年使いやすいブラックです。アクセントのリボンを華奢な紐のデザインにすることで甘くなりすぎない大人フェミニンな印象に仕上げました。ブラックカラーはよく見ると細かいパールを埋め込んだような上品なツヤ感があります。スカラップデザインが横から見ても可愛らしいです。歩きやすさを重視して約2センチのヒールになっています。ピンクカラーは光沢感のあるキラキラしたグリッターがとっても可愛らしいです。光に当たると上品に輝くのでフォーマルなシーンでも使いやすいです。中敷きにもふかふかのクッションが入っているので長時間歩いても疲れにくく快適な履き心地です。着用するとこんな感じです。スカラップとリボンがアクセントになって大人っぽさと可愛さを叶えてくれるデザインです。スカートからパンツスタイルまで幅広く活用しやすいデザインです。フラットなので履き心地も良くデイリー使いで履いていただけます。続いて履くだけでコーデにこなれ感を出してくれる厚底スニーカーの紹介です。カラーはこちらも2色で春コーデにぴったりなホワイトとどのコーデにも合わせやすいブラックです。少しスポーティー感もありながらきちんと感のあるディティールなのでカジュアルにもきれいめにも履きこなせます。程よいボリューム感のソールなので大人っぽく履きこなせてスタイルアップ効果も期待できます。ホワイトカラーは同系色のアイボリーとの配色がミルキーな色合いでとっても可愛いです。ブラックカラーはあえてソール部分がホワイトカラーでアクセントになり足元が重くなりすぎません。とても軽くて歩きやすく長時間履いても疲れにくいです。着用するとこんな感じです。ボリュームのあるソール部分がトレンド感もありつつ身長を持ってくれるのが嬉しいです。パンツに合わせてストリート風にするのもあえてガーリーなコーデに取り入れてスポーツミックスにするのもおすすめです。前回に引き続き今回もとっても可愛いソックスをプロデュースさせていただきました。まずはカジュアルコーデにぴったりなタグ付きリブソックスの紹介です。こちらは今回作ったソックスの中でも一押しのお気に入りソックスです。サイドについたタグがさりげなくておしゃれなデザインです。スニーカーやサンダルなどに合わせるのがおすすめです。さらりとした履き心地でオールシーズン使える万能アイテムです。着用するとこんな感じです。程よい長さなので少しクシュッとして履くのが可愛いです。さりげなくついたタグがとにかく可愛くて毎日のお出かけが楽しくなる靴下です。続いて前回も大人気だった刺繍入りソックスの紹介です。ベージュカラーのソックスにブラウンカラーの配色がアクセントになってとっても可愛いです。よく見るとナチュラルなチューリップの絵柄の刺繍が施されていてガーリーな雰囲気で履いていただけます。クシュッと履いても可愛いざっくり編みで作らせていただきました。着用するとこんな感じです。思わず見せたくなるサイド刺繍がとにかく可愛いです。春夏はサンダルやスニーカーとの合わせはもちろん秋口にはローファーなどの組み合わせにもおすすめです。続いて透け感が大人可愛いシアーソックスの紹介です。リボンの柄はベージュで子供っぽくなりすぎずガーリーな雰囲気で履いていただけます。履き口がくるんとしたフリルデザインでさりげなく可愛いです。表面はリボンとダイヤ柄が少しポコッと立体感があります。程よい透け感が春夏の時期にぴったりです。着用するとこんな感じです。短めの丈なのでフラットシューズにもおすすめです。コーディネートに程よく甘さを足してくれるアイテムです。続いてこちらも前回大人気だった履き口レースデザインソックスの紹介です。
今回は春コーデに合わせて明るいベージュカラーにリニューアルしました。細かい編み目のデザインがくまなく可愛いソックスです。着用するとこんな感じです。単色のベージュカラーでガーリーコーデとの相性もバッチリです。バレーシューズやパンプスと合わせたレディーライクなスタイリングにはもちろん、スニーカーと合わせてカジュアルダウンしていただくのもおすすめです。続いて春らしいピスタチオカラーのフリルソックスの紹介です。足元を彩る立体感のあるナチュラルなお花がコーデのワンポイントになります。ポコポコした水がガーリーな雰囲気でとっても可愛いです。着用するとこんな感じです。柔らかいカラーでコーデに馴染みつつ程よくアクセントになります。スニーカーはもちろんサンダルやバレーシューズと合わせるのがおすすめです。まずはコーデのアクセントになるハートとパールがコンビのネックレスの紹介です。程よい大きさのパールとゴールドのハートを交互に挟んだ華やかで上品な印象のネックレスです。存在感があるためシンプルなコーデの日に着用するとおしゃれ度が一気にアップします。着用するとこんな感じです。肌なじみがよく温かみのある色合いで、首元が開いたトップスに合わせても可愛いです。カジュアルはもちろんフォーマルなシーンでも合わせやすいネックレスです。続いてニュアンスメタルとパールがコンビのネックレスの紹介です。うねっとしたニュアンス系のプレートデザインがとっても可愛いです。ピンクシルバーメッキの優しい色合いが胸元を柔らかく飾ってくれます。着用するとこんな感じです。シンプルながら存在感があり、首元を華やかにしてくれます。幅広いスタイリングにフィットする仕上がりで、デイリーに愛用したくなるアイテムです。続いてバラがモチーフのガーリーイヤリングの紹介です。バラがぶら下がっているのがおしゃれな雰囲気を演出してくれるイヤリングです。繊細な花びらの作りと動くたびに揺れる小粒パールがお顔周りを上品に見せてくれます。着用するとこんな感じです。控えめに耳元でゆらゆらと揺れて視線を引きつけて女子力アップしてくれます。アンティークな雰囲気もあり、取り入れるだけでおしゃれ見えします。続いてリボンモチーフイヤリングの紹介です。カラーはゴールドとピンクの2色展開です。こちらはヒラスネークチェーンでリボンを作成したイヤリングです。クラフト感が印象的なアイテムなので、コーデのワンポイントにぴったりです。ツヤのないマットなメッキカラーは耳元で優しい印象を与えてくれます。着用するとこんな感じです。リボンの垂れた部分とパールがゆらっと揺れて可愛いです。大ぶりで耳元を一気に華やかに見せてくれます。続いてハートモチーフのニュアンスデザインイヤリングの紹介です。ハートの表面がボコボコと凹凸があり、トレンド感のあるデザインです。ニュアンスデザインが効いたゆらゆら揺れる、つけるだけで可愛いハートの下がりイヤリングです。着用するとこんな感じです。ゆらゆらと揺れる感じがとにかく可愛く、モテアイテム間違いなしです。下がりシルエットなので、ポニーテールやローポニー、ハーフアップ、お団子ヘアにも相性ぴったりです。続いてフラワーモチーフデザインのリングセットの紹介です。大ぶりなデザインとニュアンスの組み合わせなので、単品使いはもちろん両手使いでも可愛く仕上がります。セミマットな質感でナチュラルでヴィンテージ風な印象にしてくれます。着用するとこんな感じです。ヴィンテージ風のお花とシンプルなデザインのリングの組み合わせがとっても可愛いです。手元を華やかに大人代わりな雰囲気でつけられます。続いてリボンモチーフデザインのリングセットの紹介です。リボンやパールなどガーリー好きさんにはたまらないデザインです。手元から女の子らしさあふれる組み合わせでつけているととっても気分が上がるデザインです。
着用するとこんな感じです。単体でも他のリンゴと合わせても可愛く楽しみながらつけていただけます。普段使いはもちろんカフェ巡りやテーマパークなど写真をたくさん撮るような日につけたくなるようなとても華やかなリングセットです。今回はヘアアクセサリーも新たにプロデュースさせていただきました。まずはゴレンのフラワーデザインが可愛らしいクリップとヘアピンのセットの紹介です。お花のクリップは簡単にパチッと留められます。パールのような上品なツヤ感があるお花が大人っぽい雰囲気になります。セットのうねうねピンとパール付きのゴールドピンは単品使いにもおすすめです。着用するとこんな感じです。こんな感じで普段しているヘアアレンジに合わせるだけで華やかな印象になります。セットのゴールドピンは普通に留めても可愛いですが、クロスにしてみたりあえて無造作につけても可愛く決まります。続いてシアーリボンのヘアゴムとヘアピンのセットの紹介です。透明感のあるふわふわシアーの大きめリボンが女の子らしくガーリーで可愛らしい印象になります。こちらもうねうねピンとパールのついたピンがセットになっています。着用するとこんな感じです。シンプルなポニーテールでもリボンがアクセントになってとっても可愛いです。ボリュームのあるリボンなので高めのヘアアレンジの仕上げにおすすめです。ふわっとシルエットで決めすぎない抜け感を演出してくれます。最後に絶妙なくすみカラーが可愛い刺繍とヘアピンのセットの紹介です。刺繍は光が当たると光沢感のある上品なラメシアーがとっても可愛いです。シンプルで便利なヘアゴムもセットについています。ヘアゴムの他にはうねうねピンとお花モチーフのゴールドピンが入ったお得な4点セットです。着用するとこんな感じです。大きめのシュシュなのでシンプルにポニーテールでも華やかな印象になります。シュシュを大人っぽくつけたいときは下目のお団子ヘアもおすすめです。玉ねぎヘアとシュシュの組み合わせが特に可愛いので一番おすすめです。島村コラボ第3弾、すべてのアイテム紹介をしてみましたがいかがでしたでしょうか。今回もミルクロータスの台紙と下げ札は私のインスタグラムのアイコンとくまさんのイラストが目印になっています。また私のインスタグラムでは今回発売開始するアイテムを使った組み合わせコーデなどを載せていきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今回もインスタグラムのストーリーやフィード投稿にてメンションやタグ付けたくさんお待ちしてます。最後にはなりますが、改めていつも嬉しい報告や温かいお言葉を本当にありがとうございます。一番の励みになっています。今回のコラボを通してアイテムを手に取っていただいた皆様にたくさんの笑顔と可愛いをお届けできますように。最後までご視聴いただきありがとうございました。